こんにちは。見やすくクラシックなドイツ時計推しの南雲時計店店長の南雲達也です。昨日ですね、僕は温泉が好きで、で、まあうちのお客さんも僕が好きだと温泉好きの人も結構集まっちゃうのかな。で、お客さんの中に、まあ、2年に1人ぐらいなんですけども、温泉に行って脱衣かごに時計を置いてお風呂入って帰ってきたら時計がなかったって方がやっぱりね、たまにいらっしゃるんですよ。それで時計は、例えばその温泉宿に泊まっているんだったらお部屋に置いてって時計はつけずにお風呂に行っていただきたいんです。それからもし日帰り温泉とかで車で行く場合、車のまさかダッシュボードの上に時計を置いてたらね、危険ですから、やっぱり盗んでくださいみたいなもんだったりとか、直射日光が長い時間当たるとやっぱりこう機械って、クォーツでも機械ゼンマイ式でもよろしくないんですよ。なぜかというと、特にアナログ時計なんかは歯車がいっぱいで構成されている。歯車いっぱいってことは、自転車の変速機とか自動車やオートバイのトランスミッションなんで、オイルが命。オイルは、その自動車のダッシュボードみたいな日が当たるところ、ビニールハウス状態ですよね。あのガラスで覆われていて光が入ってすごく高温になる。さらに時計もガラスがあって、その中に光が入るから、暑いところの暑いところなんで、オイルがダメになっちゃったりするから、そういうところに置いてほしくないんです。それで例えばグローブボックスとか、運転席と助手席の間のあのパコッと開けるところとか、ああいうところに、まあ、入れてもらいたいんですけれども、その時にちょっと昨日言われたんですよ。店長、こういうパックマンケースとかね、そういうの紹介してくださいよ、というふうにね、時計のトラベルケースとかというので、今日はこのパックマンケースご紹介したいと思います。これね、こんなちっちゃいんですね。マウスなんかと比べてもこんなぐらいだったりとか、ペンがいいかな、まあこんな感じでそんなに大きくないんですね。ところが、まあ、ファスナーで普通に簡単にパカッと開く、まあ、パックマンみたいな感じなんでね、パックマンケースって僕ら呼んでるんですけど、これね、ドゥゲナのダイバーズウォッチで44ミリ系の時計なんですけども、こちらのパックマンケースに44ミリ系の時計、まあ、パコッと入れて、で、普通にこんな感じで、で、特にカタカタもほとんど、一応多少はカタカタするけど、ガシャッとその辺に置いとくよりははるかにマシなんで、こういったものを車のグローブボックスに1個入れといてもらうといいかなと思います。まあ、本当に小さいですから、1個入れとくといいかなと思います。で、あと、値段が、これが1580円税込みです。ちなみに、この44ミリの他にこの40ミリの時計を入れると、革ベルトとかも普通にくるりんと入れとけば大丈夫ですよ。これも、まあ、多少40ミリだとちょっとカタカタするけど、まあ、さっきの44ミリなんかだとほぼほぼぴったりで、40ミリだと多少カタつきがあるかなと思いますけど、まさかこれ入れて振ることはないから、単純にこれを入れてグローボックスとかに入れるわけだから、そんなにこう心配はないかなと思います。ということで、今日お話ししたいのは、温泉に行くとき、宿に泊まってるんだったらお部屋に時計を置いてっていただきたいし、日帰り温泉とかで自動車とかで行かれるんであれば、こういったケースを活用いただけると安全だと思います。ちなみにこのケース、1580円税込みで、いつでも在庫あります。あとね、もうちょっと大きいのが欲しいよっていう方に、もう一回り大きいのもあります。これは、まあ、ごくごく一般的なもので、さっき言ったように40ミリから44ミリぐらいがベストサイズかなという感じのケースになってます。もっと大きいのはね、多少クッションが入ってるんですよ。それで大きいだけで、もっと例えば45ミリ以上の時計が入るっていう風になると、クッション抜かなきゃいけないだけのことで、まあ、これは特にクッションなく、ただ本当にあの持ち運び用のケースという感じですけど、まあ、1580円でこういったコンパクトなものが1個あると非常に便利かなというので、今日はお話しさせていただきました。あとね、革ベルト、メタルブレス両方入るような、もうちょっと大きい、なんていうのかな、こう楕円形のケースというのを
1000円ちょっとぐらいで確か、あるんで、問屋さんがあるんで、近日中にそれ仕入れたいなというふうに考えています。ということで今日はね、このパックマンケースのご案内でした。1580円いつでもありますんで、欲しいなという方はお店に来てもいいし、まあ、通販だとどうしてもちょっと送料かかりますけども、行ってください。よろしくお願いします。